このブースで試遊ができると、はい、いうことになってますので、はい、そちら行きましょうか。これ遊ぼうすると僕がこう喋れなくなるっていう。じゃあ僕が持ちますか、大丈夫。はい、はい、これがあのキャラクター選択画面ですね。なるほど。今回あの雰囲気も、まあ、かなりリアルなのでちょっといい感じのデザイン。今回のあのゲームショーのロムではなんか特徴的な、まあ、キャラクターだとか。そうですね、まあ、ひそかとかは、まあ、発表してなかなか戦っている姿が見られないというところはあると思います。あと多分Vジャンプさんの放送で以前 E3 でお見せしたと思うんですけども、それよりはるかにあのクオリティが上がってます。お、あのちょっと別物にちょっとプロデューサーちょっと別物なぐらいプロデューサーがあの よくなより良くなってきてるんですね。ちょっとじゃあ どのキャラクターがいいですか。じゃあまあちょっととりあえずいおすすめ、まあ、じゃあ1、5とルキアと2倍も含めて、あ、じゃあ1、5とヒソカと、まあ、ゴン、はい、おお、まあ、3人で組、はい、チームを組んでと、はい、あと悪役はフリーザ様と、まあ、黒ひげと、あ、いいですね、悪いもの。じゃあその中にイーモン混じってベジータを、はい、ベジータ、はい、であの今回ステージはですね、あのマッターホルン、ナメック星、香港、ニューヨークというところですね。いいですね。ちょっと派手なところ行きましょう。じゃあ、じゃあ香港か、香港、ね、ニューヨークか。じゃあニューヨークに行きましょう。はい、はい、で今回あの特別なあのビルドをあのゲームとは別に作っているので、あのコンピューターもかなり空気読む動きを。どういうことどういうことですか。どういうこと。やっぱり今回遊びやすいってこと。遊んで、まあ、要は気持ちよく帰っていただきたいっていうことで、まあ、弱いってことね。あ、そうだかなりフリーザ様も空気読む動きを、もうこうやってこう待ってるみたいな、やるよ、来いよ来いよみたいな。でもなんかちょっと殴られ続けると、あのなんだ簡単じゃないかと思われるんで、適度に反撃したりとか。なるほど。やられたらやり返す方式で。そんな気使ってんの。そうなんですか。フリーザ様は空気を読んでもらう。なるほど。なので実際のまあ、ゲームがあの発売する時のバランスではないというところです。これロードは大丈夫ですか。長いの。ロードは治ります。そういうことちゃんと言ってもらわないといけない。はい、じゃあロードもあの別ロムなので、実際違います。中島さんはイチゴと、はい、イチゴとヒソカとゴン、はい、で、向こうがフリーザと、黒ひげベジータっていう。フリーザは空気読んで、フリーザはほら今空気読んで動けちゃう。空気読んで、僕がステージを見せようと思って空気読んでこう攻撃してこないっていう。なるほど。本当にやりましょう。まさにニューヨーク。でアクションはですね、こういういいプレーをフリーザがやってくれるっていう。なるほど。はい、で、まあ、アクションはですね、かなり、気持ちよい、アクションができるというところで、まあ、格ゲーみたいな、ちょっと、駆け引きするというよりも、まあ、どのキャラクターでも、ゲームが苦手な方でも、遊べるというような、形のゲームになっております。ね、まあ、みんな、すごい能力を持っているキャラなんでね、そのキャラクターの能力を、自分で楽しむ。自分で楽しむというところと、まあ、こういったちょっと今一瞬で交代したんですけども、来た、キャラクターからキャラクターに変えてさらにコンボを入れるっていうのを、なるほど、今回楽しみだと。まあ、結構やっぱキャラクターごとの技というか、そうですね、セーターだというか、はい、は、かなりユニークなものを入れます。あとは、キャラクターによってこの後は、この技が入るとか、この後に、この技を入れなきゃいけないみたいな、ところもあるので、まあ、自分でそのコンボを探すみたいな楽しみもあります。僕の手順でかいなこれで闘神もかなりリアルに作ってるので、黒ひげが本当にでかい。ゴンと比べたらかなりの、そうです、ね、差があるんじゃないかな、はい、ゴンと比べると、まあ、かなり差が出るというところですね。であと今一瞬イチゴのモデルが変わってるんですけど、破れてますね。バトル中にどんどん破れていきます。なのでそういったところでもリアリティを、こっちだ。こっちだ。何？こっちだ。で、まあ、こういうやはりリアルな世界で戦っているので、まあ、こういうちょっと、まあ、タンクローリーが爆発してそのまま攻撃が入るというような演出もあります。あとちょっともう一回、もう一回入れたい。もっと入るか。今度は、このビルに引き下がって、今度追撃をしていくと。あ、もう違うステージに飛んで、多分場所がまた変わるから。なるほど。というような、この、まあ、リアルならではというところが。お、
クリーザーが、でクリーザーも、ね、実はちょっとボロボロになってるというところで、行きますよ、はい、で、あとはですね、やはりジャンプならではの、まあ、変身が、逃がさねえぜ、変身するとですね、今度また強くなったりとかですね、すげえというようなエフェクトもですね、ちょっとさっきよりちょっとおどおどろしくなったりみたいなところで、かなりキャラクター細かく作ってますので、かなりやはりキャラクターを使ってるかっていうのは、楽しめるゲームになっているかなと。いや、なかなかそういい動きですね。はい、でもいい動きをしながら、おお、決めましたね。決めた。いや、綺麗に今回の、ありがとうな。あんまりゴンが出てこなかったですね。そうですね。もう一回言いますゴン見たいっていうコメントもあります。あ、じゃあ、なんかゴン、ちょっともう一回はちょっとちらっと、そうですね、違うキャラクターを、ちょっと今説明に夢中に。もうちょっと、見せちゃいけないキャラクターだとかですか？あ、いや、そんなことないです。そんなことない。ここに入ってるのは見せちゃいけないキャラクターは覗いてあるんで大丈夫。じゃあちょっと、また、まあ、違うキャラで。どんなキャラ見たいってありますかね？どうですかね？ゴンはまあ、やっぱり見たいよね。ゴンと、うん、まあ、ヒソカもやっぱ出てたからな。ヒソカでも今使ったりしましたもんね。ルキアを見せてよ、ルキア。ルキアも見せて。じゃあヒソカはちょっと、コンピューターに使ってもらいましょう。あ、そうですね。はい。じゃあ、あとはちょっと。あとはさっきベジータ動いてなかったらベジータでしょうか。あ、そうですね。敵側もベジータ出てこなかったな。じゃあちょっと、相手に、じゃあ今度、ルフィ、ナルトの。なんか、このキャラクターは作るの難しかったなとか、難しいとってあるんですか？あー、そうですね。まあ、形とかね、ちょっと含めて。やっぱり、僕が、すごく難しかったですね。やめますか、じゃあ。今、ここがこう、消えるって言われて。悟空は、何度かやっぱりこう、やっぱどこから見ても悟空にしなくてはいけないので 3D にすると不思議なこう形をしてるんですよ。あ、まあ、元々ね 3D の形を考えて描かれているわけじゃないですからね、はい、あと目の形とかがこうすごく独特なので、なるほど、ちゃんと作らないとなんかシールが貼ってあるみたいな目になってしまうので、リアルに作るとね、まあ、リアルにすると、ね、今回リアルにしてるから結構目がね、そうですね、難しいんですよね、はい、うん、でそれを、まあ、現時点でお見せしているものよりも、まあ、どんどん今後も良くなっていくので、はいはい、ロード長くないですか、大丈夫これ。これは特別なビルなのですいません、まだここだけは言わせてください。開発中だ、開発中なので、わかりました、ただ、はい、最終はこうじゃないんで、はい、すいません。場所はナメクセになったのかな。ナメクセになりましたね、はい、ここがフォトリアルなナメクセ、あそこに自由の女神が、リアルなナメクセっていうのがちょっとなんだか分かりますね、何を持ってリアルで、ゴンなんですけども、ゴンはですね、この必殺で連と剣をガンガン使い分けながら、うん、戦うというところで、これによってちょっと自分の強さが変わっていくと。で、あとはですね、じゃんけんのままこう構えができる。すいません、コンピューターが空気を読むか、その隙にやられちゃう、うん、やばい、行くぞ空気読む、空気読む CPU なんだいいんじゃないもうあ、大丈夫です、あ、はい、で、ゴンはこの急にやられてます、危ない、コンピューターが急にいい動きをし始めました。あ、やばい、変えちゃった、ゴンが風邪するまで変えてしまいました。ルキアはですね、特徴的なのは氷の表現ですね。氷ね、まあ、今回リアルなので、まあ、先ほどのレッドホークとかも火をかなりリアルに作ってますし、あ、やばい、負ける、あ、死ぬ、のこういう、なるほど、おお、まあ、こういうブリッジのキャラクターはかなり速いコンボ攻撃ができるというところが、ね、ちょっと強いですね。じゃあ一回ちょっと倒してもらいますか、ルフィ、はい、おお、勝った、なんとか倒しました。これでさっきのなんかステージ破壊みたいなやつは
そうですね、今回はこのステージにはまだ入ってないです。まだ入ってない。まだね、まだ入ってない。まだまだ、はい。おいいですね、いいですね。おー、来た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 、ゴンさんが、今回このバトルでゴンは使えなくて、強い、なるほど。なので、そういったところもちょっと原作に忠実に、なのでこの戦いはもうルキアとベジータしかあ、もうゴンはもう退場退場したわけですね。もう全てを使い出し尽くしてというところで、はい、楽しかったっていう感じでしたけどね。いやーすごい、どうですか反応は。としてはね、みんな盛り上がってますよね、はい、盛り上がりつつもみんな思い思いのこのキャラクターを入れてくれっていう。